じゃこんにちは、はい、佐々木孝さん、緊急に今撮っております。もうあと数時間後に帽子もないからもうそうですそうなん実は豊さんもうここ来て、はい、もう30秒しか経ってないんですけれども今日の日本シリーズ、はい、オリックス対ヤクルト戦第4戦、はいはい、でもう先発がもちろん出ております出ました予告先発じゃないんだよなそうですあのでも予告しちゃったのオリックスの中島監督はもう僕たちは予告でいいですと言ってて、うん、高津監督は隠してたんですけど出ました全然隠せないよね今はもう予想通りだもんそうなんですよまあいいんだけどねはいヤクルトが金足投手でオリックスが山崎福也投手というのが来ました、はい、でさらに昨日の夕方日刊スポーツにはなんと今日に合わせオリックスがあの山岡投手を山岡昨日から入ってたよねあそうですそうで、うん、今日救援要員として使いたいというふうに日刊で出てるんですけれどもベンチ入りで、うん俺ね、うん、このシリーズを見てて、はい、高津監督が迷わないで戦ってる、はい、これはもう例えばマクガフ、はい、これやられたらもうしょうがないって、うん、でも彼は一番しんどいところ任せてるんだと、はい、それ失敗したとしても私は信頼を失ってないと、うん、だからこれからも使うで修正させてマクガフが2試合、はい、抑えとして成功してるんだよねで中島監督の方を見ると、はい、やっぱ思惑がこう外れてきてるんだよ、まあ、例えばヒギンスを使って勝ち投手のピッチャーを使ったら打たれたバルガス使ったら打たれた、はい、もう比嘉とケースしかない比嘉をここに差し込んだら打たれた、はい、もうね迷う要素はいっぱいなんだよ、はい、それで今日どうしなきゃいけないかというと俺は山本でとりあえず止めなきゃいけないと思うよ山本投手そうもちろんだってもう後がないんだもん、はい、だから神戸に帰るには山本しか俺はないと思ってたから、はい、俺は山本で差し替えで来ると思ったよ、はい、でも、まあ、中4日登板方っていうことを考えるとで、まあ、中島監督の頭の中で、はい、おそらくここで山本で止めても神戸帰ってからはしんどいと、はい、でも俺の頭の中では山本で止めたら宮城が何とかして7戦まで行ったら総力戦になってくるっていうふうに俺だったら考えるのね、はい、だけど中島監督は山岡を返して周りに納得してもらおうとしてる節がある、うん、山岡投手を救援として入れておいて使って納得してもらおうと思ってる節があるんだよねどうも、はいはい、でも中島監督の頭の中ではここで止めたとしても神戸帰ってやられるっていう腹があるんだったら、まあ、神戸帰って山本宮城で勝負をかけたい今日が総力戦なのかもね今日はまあ山崎福也投手ですけれども、うん、もう小刻みにいきそうな、うんまあ、もちろん良ければロングってことももちろんあるでしょうけど、うん、もうとにかくしのいでしのいで今日は行くっていうこの投手いやもう迷ってる場合じゃなくてもう心が動いたらすぐ変えた方がいいよ昨日も結構変えてはいたんですけれども、うんまあ、打たれてしまったっていうのももちろんありますしまあ一昨日だよね、うんまあ、例えば比嘉を山田にぶつけた、はい、で村上を回ってきた、うん、サンタナが当たってないまだノーヒットだったからね、はい、シリーズここでどうするかなと思ったらバルガスを持ってきて粉砕したと、はいはい、だからここら辺がやっぱりこうオリックスがうまくいってないところだよねそれとやっぱりねオリックスが先制をした、はい、逆転された再逆転した、はい、でまた逆転されたもうね点を取ったらすぐ取られるのよオリックスが、はい、でそのヤクルトの凄さってやっぱ流れが向こうに行くって言った時に点を取って食い止めるんだよね、はい、ここら辺がやっぱりヤクルトの強みだし、うん、流れがやっぱこう掴めないオリックス点を取ったらすぐ取られるという、はい、この流れをね、なんとかしないと、はい、今日もやられると思うそうなってきちゃいますよね、うん、それとやっぱこうチームの雰囲気がここに来て、はい、ヤクルトはやっぱすごいなそうですねいい雰囲気でやるわサンタナがエラーをしてさ、はい、自分がホームランを打ってるんだけどもサンタナのエラーでまあ同点になったとでベテランの石川が一生懸命投げてるのにエラーしてしまったとやっぱり罪の意識はあるよねサンタナの中に、はい、でもツーアウトからサンタナがフォアボール取って、うん、中村がつないで、はい、オスナが必死に返すというねだからなんかサンタナをオスナが救う、うん、ねそういうこうなんていうのかな心のつながりがこうあるというか見えるというか、はい、
そういうチームっていうのはやっぱ強いと思うよね。ただオリックスにないかっていうとなくはないんだよ、はい、あるんだけど、うん、いかんせん下位打線が調子悪いわ。あ、そうですね。それとやっぱね、劣勢になった時に中島監督が動けない、はい、あ、それは攻撃の時に。だ、昨日でも、はい、その福田の時に9番、はい、誰かの代走だったんだよな、はい、で佐野が出てった、はい、走らないんだよ、でゲッツーなんだよ、はい、いやだからああいうところでもう負けるんだったら何かをして負けた方がいいよ。仕掛けなきゃってこと。仕掛けなきゃダメだよ、うん、やっぱ相手がどっしり構えて、はい、だって相手に仕掛けられてるのにこう仕掛け返せられないっていうのは、うん、やっぱまあ劣勢に立ってるっていうこともあるけども、うん、やっぱちょっと思い切りがなくちょっと迷いがあるね、うん、オリックスはやっぱ勝負事で一番やっちゃいけないっていうのは、はい、やっぱ迷い事なんだよ、うん、やっぱこれっていう風に決めないと、うん、だから、ね、ヤクルトの方が綿密にミーティングをやってる感じがするんだよ、ね、あ、戦っていて、はい、だから勝算を持って戦ってる。でオリックスの方は、まあ、ミーティングはするけどもそんながんじがらめ頭でっかちにはやりたくないということで、うん、少しヤクルトよりは緩さが感じるんだよ、うん、でだから勝算を持てないんだよ。でやりながら勝算を求めてるんだよ、うん、わかる。はい、わかります。だからその場その場ではないんですけど対応が遅くなってしまう。そうなんだよ。だからこれをやったらヤクルトは勝てるという勝算を持って戦ってるけど、はい、オリックスは勝算を見つけながら戦ってるっていうような感じがして、はい、ちょっとやっぱ遅いんだよね対応が。だからヤクルトって例えばその中継ぎ勝負になった時に、はい、1回2回抑えられたピッチャーを確実に打ってきてるんだよ、はい、このシリーズで、うん、だけど、まあ、今日あたりからその対応力が試されると思うんだけどオリックスは、まあ、石山だったり清水だったり、うん、そういうピッチャーに対してどう向かっていくのかね、うん、どうするのか、はい、だからそういうことがやっぱりできなければ、はい、今日もやられるという。ただこのプロ野球ファンとしてはどうしても第7戦目まで見たくてですね。いやだってさすごいいいシリーズだよね。そうなんですよ。楽しいじゃない。めちゃめちゃ楽しいですね。いや選手にね、はい、これ感謝だよ。そうですよね、うん、だからそのヤクルトの方は戦ってる、はい、でオリックスの方はヤクルトの力によって力を出させないようにされてる、はい、出しなさいよって。そうですよね。このまま負けれんぞっていうような、はい、だからまあ第7戦、まあ、もうこうなったらどっち勝ってもいいようないや本当に本当に楽しいよね。そうなんです。ということは私としてはどうしてもやっぱり今日オリックスに勝ってもらって第7戦目までもつれてほしいな、うん、まあそう簡単にはいかんと思うけど。そうです。やっぱりでもまあね、うん、冒頭にもおっしゃってたように豊さん今日やっぱオリックスその投手陣どういうふうに今日はね俺原樹里だったら、うん、まあこれ原樹里に申し訳ないけど、はい、チャンスがあると思ったのよオリックス。これなぜかというと、はい、今まで縦の変化なんだよな、はい、ピッチャーが、うん、まあ例えば奥がもうフォークボールだとかこの縦割れのカーブ、うん、高橋奎二もそう、はい、小川もチェンジアップフォークっていうピッチャーでしょ、うん、でこの縦割りのカーブ、はい、で昨日石川はもう抜きまくりというか、はいね、そういうピッチャーでしょ、はい、横の変化っていうのは初めてだったんだよ。あ縦の変化がない。でも今日高梨って縦の変化なんだよ。またまた戻った。ここら辺がやっぱりヤクルトのいやらしいとこかな。やっぱ高津さんが投手出身ですしすごいですね、この持ってき方も。だから原樹里を一つっていうか中に入れる作戦だよね、はい、だから縦の変化を使ってきたっていうところが、うん、やっぱここら辺がやっぱちょっとよく見えてるのかなっていう感じがするよね、まあ、綿密というか緻密というかヤクルトからの、ね、でも山崎達也も非常にシーズン中からその遅いボールをパッと投げたりだとか、はい、だからそれができたらいいピッチングするわ、うん、力んで人をバカにしたようなボールを投げるわけよ、うん、バーンと抜いてさ、はい、カーブをスッと取ったりだとか、うん、ストライクをそういうもう力が抜けた状態でピッチングができれば、はい、これは通用すると、うん、だけど力みまくってさ、はい、自分の良さを消してやられると、うん、もう前半で勝負が決まるような感じになる。今日はいやそれはやっぱりヤクルトの勢いってそのぐらい勢いが出てきてるから。そうですよね、うん、だから今日しんどいだろうけども、はい、やっぱ止めるにはまず点を取った、ね、絶対与えないように流れをやらないようにその次の回だけは全力を持って抑えるという、うんまあ、やってるんだろうけどさ、はい、でもそれをやらせないヤクルトもすごいんだけどね、うんまあ、そうですね、だけど、まあ、そういった、まあ、先に先手を打ちたいな
いやそうですね、まずオリックス先手っていう。この4戦で先手を打てたのが1試合だけだから、はい、やっぱ先手を打ちたいよね、いやオリックスはね。そうですね、うん、なんとかしてっていうところですよね。そうだね。いや、まあ、高梨はパ・リーグ出身だから ある程度知ってる人間がいるかもわからないしね。あ、そうですよね、対戦したことがあるとか、ね、データがあるとか。で石川みたいなピッチャーっていうのはもう面食らったと思うよ。え、こんなに抜けるのかボールがっていうぐらい、やっぱボールが来ないというかさ、はい、もうなんか投げた後にもう糸で引っ張ってるみたいな感じのボールだから、はい、だからまあ高梨っていうのはやっぱこう見たことのあるピッチャーだろうからね、うんうん、はい、まあ、そこら辺に勝機を見出して、はい、まあ、今日はね、勝算を持って戦ってほしいわ。そうですね、勝算を見つけながら戦ってるんだったらもうヤクルトにやられるという。いや、第5戦目ね、どんな、まあ、楽しみだよね。はい、試合に行くのか楽しみです。はい、はい。